明日は田村では帰れないので覚悟してください。田村では帰れないので覚悟してください。よろしくお願いします。正直ちょっと腹が立ってたっていうか、指名されてたみたいなんで、舐めるなよと思ってたんですけど、入りがアウトサイダーだったんで、もうなんか怖いもんないかなっていう感じです。対立してるグループがあって、3対3で、で、同じ場所でやると先生とか来ちゃうんで、みんなでバラバラになって各方面 でいきなりタイマー始まってみたいな感じで、すごい憧れてて、で女子の試合が始まるってことで出たっていう感じでした。網膜裂孔って言って手術受けて、特に今は問題なくできてます。すごい絡まれてたのを反応しちゃったんで、そこで自分がスルーできてればそういうことにもなんなかったのかなっていう、自分が間違ってなくても正当化されないこととかもあるので、試合見た時よりもすごい強くなってるなっていう印象ですね。今の環境が自分にすごく合っているなっていうのはすごい感じてて、まだまだ成長できるなと思いました。今後は所属して頑張っていきたいなと思って所属させてもらった経緯です。初めてジュエルスにデビューした時に、みずきちゃんと控室が一緒だったんですよ。みずきちゃんはハイキックで KO で、で自分は一方12歳の女の子に締め落とされて失神して負けたっていう、その時はみずきちゃんと対戦なんて思ってもなかったというか、もう全然レベルの違う人っていう風に見てたんで、すごい尊敬している選手です。ずるいです、そのコメントは。もうあんまりそういうその試合するときに尊敬してるんでとか、保険をかけるような言葉はあんまり使いたくないんで、やっぱ相手じゃないかなって感じです。勝ってセコンドの方を振り向いて目が合ったら、なんかすごい嬉しくなっちゃって涙が出ました。負けた相手に一人一人やり返していきたいっていう目標が常々あって、村上選手、アムザロケット選手、大島選手ですよね。壁は高いなって感じますけど、チャンピオンになれると信じて今は頑張ってます。前回の試合の計量を自分も見てたんで、山崎選手の、結構バチバチなこと言ってるなと思って、今回もバチバチで来てくれるのかなって多少期待はしてたんですけど、ちょっと期待外れですね。はい。今回は挑戦する側なんで、特に思いっきりやりましょうっていう感じです。判定までいかないかなとは思います。自分も打撃は自信があるので、どんどん自分が距離潰して入っていくしかないなっていう風に思ってます。いや、むしろ、はい、ただでは返さないです。